さきです。今日は月曜日です。ちょっと久しぶりにウィークリー Vlog をやろうかなと思っているので、今私の新しい iPhone13Pro で撮っています。今からずっと撮影した映画の、関係のお仕事なんですけど、 ADR って言ってレコーディングのセッションに行ってきたいと思います。それでは今週はどんな一日になるのでしょうか。では行きましょう。現在午後の5時過ぎぐらいです。今ロングアイランドユニバーシティというところに来ています。ここが U グループっていうシアターカンパニーとつながっている学校 でそこのプロダクションの、今アシスタントディレクターをしているので、毎週リハーサルに来ています。うちの学校と違ってちょっとオールな雰囲気が残っていてかっこいいですね。はい、というわけで今からリハーサルに行ってきたいと思います。今日は火曜日です。昨日はですね、帰ってきてからちょっと大学時代の後輩が作品を作っていて、それをアドバイスとかしてたので12時半ぐらいまでそれをしてたのかな。そっから寝たのでちょっと始動が遅かったんですが、ミーティングを2個終わらせて今ご飯を作っています。今日はキノコスープとキノコご飯を作ってます。ちょっと最近月曜日と火曜日はゆったりめなんですけど、今日は家の片付けとか家のことをして、で今持ってる作品が実は4つあるんですけど、その準備をしなきゃいけないので、引き続き、ご飯食べ終わったらそれをやりたいと思います。 Oh my god, I completely forgot to record my day。今日は水曜日なんですけど、朝からずっと活動してたのに一つも撮るのを忘れてしまいました。反省。今日はですね、朝からリハーサルがあって、クラスが2つあって、もう一個リハーサルがあって、今11時なんですけど、その後帰ってきてご飯食べて、でいろいろ動画編集したり明日のリハーサルの準備をしたりしていました。ちょっと予定が詰まっちゃうとすぐに動画を撮るのを忘れちゃうので、明日は気をつけたいと思います。髪の毛がちょっと赤っぽくなってるんですが、これは昨日ボールド色のカラーシャンプーをしたらちょっとピンクっぽくなりました。こんな感じ、またすぐに抜けると思いますが、というわけで今日はもうちょっとだけ作業をして早めに寝て、明日早く起きて準備をしたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日は木曜日です。昨日の反省を生かしてちゃんと録画することを覚えてました。今は10時で8時半ぐらいに起きて準備をしてたんですけど、今からリハーサルまで1時間ぐらいあるので、ちょっとだけ仕事をしてリハーサルの準備をしてリハーサルに行きたいと思います。今日着てるパーカーはモマのパーカーで、でこのここの部分を切ってます。なんていうの、ゴムの部分、こっちも切っちゃってます。
また撮るの忘れてました。今日はちょっと朝からいろんなことがあって、クラスがあって、でその後、ちょっと休憩があって、その後は、2つまたクラスがあって、リハーサルがあって、今全部終わって、一人でですね、仕事というか学校のことをしています。今やってるのはこうやって、リハーサル中に撮ったメモを全部 Google のドライブにまとめて、次回のリハーサル、次回のクラスで何をすればいいのかとか、何に注意してワークするのかっていうのをいつも決めています。これが全部過去のノートでこうやってまとめています。今日は夜映画化ショーを見に行こうかなと思ってたんですけど、友達と、でもあのちょっとね、学校でいろいろあったので、今日は一旦ショーからブレイクを置くことにしました。なのでこの後もうまあ3時間ぐらいできたりかな、今7時なので10時ぐらいまで学校のことをやりたいと思います。今帰ってきました。今日はなかなか話す系の Vlog は撮れなかったんですけど、午前中にフリーマーケットに行ってからこちらのショーを見てきました。友達がラッシュチケットっていうのを取ってくれて、20ドルでこう毎日空きがある公演はリミットのナンバーだけでチケットが発行されるんですけど、それを友達が取ってくれたので、キャロライン・オー・チェンジっていうミュージカルを見てきました。こんな風にですね、私の1週間は今あのちょっとスローペースで進んでいます。その代わり、作品を4つとクラスで作る作品1つ持ってるので、だいたいこう準備とか空き時間はそれの、あのことばっかりやってるんですけど、割と夏とかよりも落ち着いていろいろやってますが、9月はずっとフィルムの撮影とかがあったんですけど、10月は、週末は本当リハーサルが数個あるぐらいなので、ちょっと自分の時間も大切にしながら過ごしていきたいと思っています。
今回全部の動画を iPhone 13 Pro で撮ってみたんですけど、めちゃめちゃ画質綺麗ですよね。なのでこれからも手軽にですね、 iPhone で撮って皆さんに共有したいなと思っています。はい、それでは皆さんも素敵な1週間を過ごしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。